あ、なんだっけ、カイヤ、なんだっけ、ファール、カイヤファールマーケットに到着。なんだっけ、どっかから全然覚えらんねえな。アルバミンチか。アルバミンチからまたバスで5時間ぐらいかけてきた。ちょっと古着みたいのも売ってたり、あとはフルーツと野菜と。あ、布が。でもな、全然やっぱ欲しい感じのじゃない。あ、ポールフランクが。あ、こっちには木の人間品。おお、ハムル族がいます。めっちゃこっち向いた。何が当たった？今回の旅の目標も漆族に会いに行きます。セキュリティが途中で加わって、今ちょっとね、動画撮りたかったけどめっちゃ怖そうで撮れなかった。ウルジャレビレッジ。アチャレ？アチャレ。かわいいね。あ、女の人もいる。40人ぐらいしか住んでないらしい。ムルシの唇に入れるやつだ。唇ムルシ。ママチャリ。あ、見て、あとあっちも。あの、お母さんです。ムルシ。今回の目的のムルシに来ました。OK。かわいいね、ムルシの子供。Thank you。この川が。このムルシ族とかの、あと何族だったっけな、そう忘れちゃったけど、の一応お風呂場らしい。今回 YouTube いっぱい撮ろうと思ったんだけど、動画撮ったら石ころ投げられたり、あとすぐお金お金ってなっちゃって、だからなんか全然撮れなくて、でこういう感じで一応なっちゃいました。で、まあ、醍醐味は向こう民族、少数民族で、ムルシ族に会いに行くのがメインで行ったから、まあ、ムルシ族に会えて、まあ、よかったな。で、エチオピアはちょっとレベル高い。で、生地とかも今回何にもやっぱ買えなかったし、まあ、ブルカサンダルだけセネガルで気になってたやつ、こっちでも売ってたから、それをちょっとこう買えたからよかったな。あと飯もね、全然ちょっと食べれないし、
なんならちょっとね、昨日の夜から今日にかけて腹もちょっとやばかったしみたいな。そうかなあ。あ、そうそうそう、あとムルシの、それだけ言おうかな。ムルシをメインに行ったから、ムルシ族のこの唇のやつは大きければ大きいほど美人とされてるんだけど、なんかこうすごい悲しい過去があって、こう奴隷としてこう使われてた、さらわれちゃったりとか、売り飛ばされたりとかあったのを、なんか自分をこう醜くして奴隷にならないようにって言ってたカルチャーが始まりだすって、なんかそんな感じで、だからもう漆族もやっぱりなんかあるために、もちろんお金、お金だし、なんか三大ウザい国っていうのがインドとモロッコとなんかなんだけど、多分ダントツでエチオピアが1位かも、ね。もう二度と来ないと思うけど、もう二度と来ないなと思うぐらい、まあ、なかなかなんだけど。